いやもう最高のメンバーですね。もうこれ以上ないんです。もうグループ作っちゃおうかなぐらいのメンバーです。BTS あ、BTMAS Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning. 土日にスタジオで練習したっていう出来事だったんですけど、金曜日終わって土曜日の午前からみんな早い時間に集まってお練習したっていうのが、あれはなかなか印象的だったかな。楽しい時間でした。ここまでみんなで何回か集まって練習したんですけど、やるよーって言ってたんですけど、頑張ってまとめたんですけど、なかなか難しいなと思う部分はありました。ダンスって難しいっすね。ダンサーにリスペクト。ポジションの入れ替えとかが結構多くあったので、そこで自分の立ち位置とかなかなか覚えられなかったりしたので大変でした。ダンスを覚えるのが本当に大変だったというか、僕は全くやったことなかったので、ダンス自体初体験だったので、最初に集まって踊った時は、あ、これもう無理だ、ちょっと挫折もありながら、足引っ張ったらまずいなっていう気持ちで、家で一人で隠れて練習したりして、まあまあまあ踊れるようにはなれたので、ちょっと頑張ってやらさせていただきました。頑張ってこれたなっていう感動はあります。みんなでこんなことやるの社会人ないなと思って、社内で業務上お話をさせていただくことはあっても、フランクに、いや、こうこうだよねみたいな、なかなかなくて、練習始めて業務でも喋ることが増えたよねとか、あ、めちゃめちゃありがたかったです。いいこと言ってんの。こういう楽しい撮影みたいなのもあるんですけど、みんな会社戻ったら仕事をしっかりしますし、みんな集中してやっぱお客様のためにとかっていうのを考えてやってるので、切り替えっていうのがしっかりできてる社員っていうのが多いのかなというのも、そこのオンオフはすごくしっかりしてるなと思って。の社員の人とこういうことすることってもうほぼないんだろうなって感じてて、他の会社とか見てもないんじゃないかなと思うので、仲いいその社員の関係がまた改めてこれをやって気づけたなっていうのが印象的ですね。僕は本当にこの会社に入ってプロラボらしさとかっていう言葉をすごく今感じていて、とにかく社員がみんな温かい人たちばかりで、ユーモア溢れる環境で、しかもその中で楽しくお仕事ができるような会社なので、また一致団結できたんじゃないかななんて思っちゃっても、結局こういうとこが楽しいなって思うし、最終的に当日みんなちゃんと振りを覚えてきてくれて、ダンスも覚えてきてくれて、最後はみんな仲良く踊ることができて良かったです。動画で楽しんでくれた皆さん、そして社員の皆さん、来年は君の番だ。ありがとうございます。